青い空と紺碧の海がどこまでも続く世界。大海原の中にポツポツと飛び石のように浮かぶ島々。人々は豊かとまではいかないが、平和で幸せな生活を営んでいる。そんな人々の生活を支えているのが、海や大地の奥底に眠る古代文明の遺跡を探索し、エネルギーや様々な物資を得ることを仕事にしているディグアウターと呼ばれる人々だ。彼らのおかげで、つつましながらも人々が暮らしていけると言って過言ではない。もともと生活の糧を得るために行われていたディグアウトであったが、いつしか彼らの間にある伝説が囁かれるようになった。大いなる遺産の伝説。この大いなる遺産が手に入れば、人々はもうエネルギー不足に悩まずに生活できるという。この大いなる遺産を手に入れよう、飛空船を借り、多くのディグアウターが島から島へ遺産の眠る遺跡を求めて冒険の旅を始め、人々の豊かな暮らし、巨万の富、支配の野望、飛空船とともに様々な思いを大空に交錯させて、これはそんな時代の話である。ロックマンダッシュ鋼の冒険心。感じで決めてくれ。手ぐれもっと強引かのない恥ずか